こんばんは、満月堂のみょんねです。今朝の朝立ちチェック、それから JK 美持続可能なご気力を鍛えるための3つの課題やってきてくださったでしょうか。3つの課題の詳細は動画の最後でお話をしております。さて今日はですね、夏に男性が気をつけていただきたいこと、夏うつ、夏バテ、夏筋力ダウンなんかですね。今本当にね、暑い真っ盛りですけれども、暑さでダウンしてる男性も多いと思うんですね。で、夏ってイベント盛りだくさんだし、楽しいこともいっぱいある反面、実は筋力的には注意しなきゃいけないこともね、ポイントが多いんですよ。意外にも筋周りにダメージを、与えやすい季節というふうに言われております。今日はそんな男性なら特に夏に気をつけてほしい、気をつけたい、こういうことをね紹介したいと思います。これを見ることで、まだまだ暑い夏の筋ダメージ低下を防げるかもしれません。夏バテはもちろん、心の夏バテにも注意が必要です。ではスタート。まず ED と、季節っていうのは直接的には関係ないよっていうのはね、前もお話がしたことがあるんですけれども、暑さによって精力の減退、それを感じたりとか、この季節特有の注意点って多いと思うんですよね。ちなみにとある ED クリニックの調査によると、夏はですね、性行為頻度における1年間で2番目に大きいピークなんだ。で、1番目はいつかというと、ちなみに冬なんですね。で、その性行為の頻度のピークっていうのが7月から8月にピークがある方が多い傾向なんですって。じゃあさ、夏になると頻度が高くなるってことでしょ。じゃあいいじゃん、筋力もアップするんじゃないと思いがちなんですが、実は注意点も多いっていうことなんですね。それがまずね、夏バテと勃起の関係性なんですね。まあね、当然夏バテ、夏は注意が必要ですよね。夏バテって本当にもう体全体の健康状態にも影響するじゃないですか。なので、まあ当然っちゃ当然なんですが、夏バテになると、ED、勃起力低下にも関係する可能性があるということなんですね。例えば夏バテによる持続的な疲労感とかストレスっていうのがホルモンバランスに影響を与える、そして、性欲や勃起機能に悪影響を及ぼす可能性があるということなんですね。あと食欲不振になりますよね。食欲不振による栄養不足っていうのが、実は性機能も低下させてしまったりとか、脱水症状ね、これが血液循環に影響を与えて勃起機能を低下させてしまう要因となるということらしいです。そしてちょっとここら辺注意が必要なのは、実は夏バテかな、夏バテだよ、夏バテだから大丈夫って思っていたら、実は男性更年期障害かもしれないということなんですよ。夏バテと男性更年期の症状が似ているということなんですね。夏バテと勘違いして似ているため、自分がね、男性更年期かのっていうことに気づかない男性もね、増える季節なんですって。どちらも疲れやすいとか、集中力がない、やる気が出ない、なんとなく鬱っぽい、イライラしやすいなどなど、まあ夏バテっぽいよねって症状と似ているので、区別がつかないで、更年期状態を見過ごしてしまうという方もいらっしゃるようです。男性更年期は男性ホルモンとかテストステロンがね、減っちゃうことで起こるので、ね、それが夏バテと違うところは、結局 ED を引き起こす可能性が増えるというところですよね。なので気をつけたいところ、あとまだあるんです、心の夏バテ、夏の鬱にも注意が必要です。6月から9月のこの夏の時期にね、症状が現れる夏季うつ、夏の季節のうつですね、というのがあるそうなんですが、これがまた夏バテと似ているそうなんですよ。食欲不振とか不眠、眠れないなどの症状が出るので、自分ではなかなか気づけないそうなんですね。あと何をするにもやる気が出ないとか、気分が優れない、憂鬱な気持ちが続くなどなど、体の気だるさだけではなくて、この精神面の、不調も見られるという場合は、夏季うつである可能性があるということなんですね。で、原因からすると、環境が3月、4月って変わりますよね。で、わーって移動とかがあって変わって、ゴールデンウィークに疲れを解消できずに5月を迎えて、で、梅雨に入る6月ぐらいになんか不調。
なんか調子悪いっていう風になって、隠れ疲労の蓄積によって夏調子が悪くなるということが起きるようです。で、ちなみにこの ED 診察ガイドラインによるとですね、うつ病というのは ED のリスクファクターの一つということなので、もう甘くは見れませんから気をつけてください。国内の40歳から64歳の男性1419名に対象にした研究によると、うつ病がある方は通常に比べて ED を発症しやすいということも認められているようです。はい、まだあるんです。匂いに注意。これね、夏ってね、匂い気になりますよね。そう、特にパンツの中の匂い、汗とか湿気が閉じ込められますので、本当にうっていう、自分でもうっていう時ありますよね。男性だったら経験あると思います。だからこそ素材選びにこれはね気をつけないと、ムレとか匂いが発生しやすくなる可能性があります。お気をつけください。あと素材だけじゃなくって、サイズが小さいものとか締め付けが激しいもの、これらも通気性が悪くって蒸れてしまう可能性があります。なのでゆったりとしたパンツを履いている男性の方が、ぴったりフィットパンツの男性よりも精液濃度が 25% も濃いというデータも出ておりますので、匂いだけじゃなくて臭いどころかですよ。なんかピタピタを履いてたら臭いどころか、精液濃度まで減っちゃってるって、これ最悪なパターンなので、お気をつけください。で、本当にたまたまキタバちゃんを温めないことってめちゃくちゃ大事なんですね。なので夏こそふんどしパンツがおすすめです。騙されたと思って履いてみてください。騙されたと思って履いてみて手放せない男子がどんどん続出しております。はい、ということで今日は夏に男性が気をつけたいことというお話でした。とある調査によると、夏っていうのは回数が増える傾向にあるという調査が出ているのですが、夏バテをはじめとした男性のおちんちん力にとってはダメージを与えやすい、受けやすい季節でもあるようです。夏バテで性欲とか勃起機能に悪影響を及ぼしたりとか、食欲不振による栄養不良で、性機能低下にもつながるようです。あと心のうつ、夏うつ、ここら辺になってしまうと、うつっぽくなっておちんちん力ダウンにもつながったり、好きな危険性もあります。下着もね注意が必要です。小さかったり締め付けが強かったりすると蒸れやすい、そして精子は熱に弱い、特に夏の下着は注意が必要です。精子でもなるべく温めないためには、通気性の良いトランクスとか、さらにはふんどしパンツがおすすめです。ぜひ試してみてください。ということで JKB 持続可能な勃起力を鍛えるための3つの課題についてです。1つ目が運動です。筋肉を鍛えることによって勃起力に大切な男性ホルモンの分泌をサポートしてくれますので、とにかく毎日コツコツ運動してみてください。朝晩一息分歩く一息ウォーキングなんかもおすすめです。2つ目が生活習慣の見直しです。食生活、ストレス、睡眠なんかですね、その中で足りない栄養素をサプリで補うことなどをおすすめしております。4おすすめのこちら、エールマッカサプリ。これね、この3つの課題にも通じるので私好きなんですね。とにかく毎日コツコツ摂取することによって基礎力が上がる。基礎力が上がることによって自信にもつながる。男性機能にもつながっていくっていうことなので、最低でも3ヶ月はお試しいただきたい。初回1ヶ月分500円で購入できるキャンペーンやっておりますので、必ず概要欄の URL から購入するようにしてみてください。3つ目がリラックスです。心のリラックスも体のリラックスも両方大事です。お家帰ってきたらスーツ脱いでネクタイ外して、はーってリラックスしますよね。それと一緒でパンツもピチピチボクサーパンツからお家にいる間だけでもゆったり締め付けゼロのふんどしパンツ履いてみてください。人気 YouTube 番組令和の虎で出演しまして、虎たちにも大絶賛していただいておりますので、そちらチェックしてみてください。質問お悩みある方は私と LINE に連絡をください。私が直接お返事をしております。先行案内、限定案内も LINE から行っておりますので、質問ない方もとりあえず LINE 登録してください。インスタ、ツイッター、私の普段の様子とか切りにくいを行っております。あとね、チャンネル登録、皆様ぜひまだだっていう方はお願いいたします。では次の動画までの宿題です。3つの課題をやってくること、ふんどしパンツチェックすること、サプリをチェックすること、そしてチャンネル登録すること。次の動画まで宿題忘れずにやってきてくださいね。満月堂のみょんねでした。バイバイ。